メタ新世界は山本昭一が1982年に発表した爪将棋である。941手詰めであり、1986年に橋本浩二がミクロコスモスを発表するまで最長手数の爪将棋であった。江戸時代に伊藤貫十は611手詰めの樹を発表した。その200年後に奥、その幸雄は873手詰めの 新大ぎ詰めを発表して、最長手数の記録を塗り替えた。この2作品は、いずれも、竜追いと呼ばれる手順をベースに、持ち駒変換、と金剥がしという手法を加えていた。1974年に、上田義和は、上記の作品で使用された持ち駒変換に、着目しこの思考をメインに用いた、作品、石文を発表する。 この作品が契機となり、何人かの詰将棋作家が、持ち駒変換と金剥がしを元にした長手数の作品の創作に着手する。1981年1月に、山本はメガロポリスを発表する。2月には、添川浩二が呪われた夜を、3月には森永博明が新世界をそれぞれ発表し、同じ思考の超長編作品が、 同時期に発表されるという珍しい事態となった。これらの作品を土台に、1982年にメタ新世界は発表された。作者自身、メガロポリスを発表しているが、持ち駒変換の手順などは新世界に近い。このことはメタ新世界というタイトルからも伺える。 事前に、新世界の作者である森永に連絡が取られていたわけではなく、メタ新世界の発表を受けた森永はショックで一時詰め機会を引退した。詰め機専門市上に、互いが試験を掲載し合うなど、当時は相当な騒動であった。メタ新世界には、以下のような趣向が使用されている。ABC すべて早詰めが発見されている。メガロポリスは、 後日修正された。同じ作品をベースに創作を行ったなら、発表時期が重なってもおかしくはないという意見もある。ありがとうございます。